脳。脳、脳は動物の頭部にある神経系の中枢。競技には脊椎動物のものを指すが、より講義には無脊椎動物の頭部神経説をも含む。脊椎と共に中枢神経系をなし、感情、思考、生命維持その他神経活動の中心的、指導的な役割を担う。人間の脳は大脳、感動、脳幹、 中脳、端、炎髄、小脳の4種類の領域に分類される。このうち、脳幹は、中脳、後脳、炎髄に3種類の領域に分類される。つまり、人間の脳は、大脳、肝脳、中脳、後脳、小脳、炎髄の6種類の領域に分類される。無脊椎動物の内変形動物も以降の世代の、生物は、急行動物、 進行動物ともに集中神経系を持つ、すなわち神経節、イコール神経の集まった部分を、しばしば頭部に持つ。頭部神経節が他の神経節に比べて、顕著に発達している場合、これらはしばしば脳、脳神経節と呼ばれる。ただし、この故障は医学分野などからの視点では、一般的でない。特に節足動物、六脚アモン、広角アモン、ハサミ角アモンなど、 南体動物門等即綱などにおいては、顕著に発達し、機能的にも、脊椎動物の脳と遜色ない程度に分化している。その一方、これら無脊椎動物の神経節はもともと、脊椎動物の脳との機能的、形態的な類似から、脳と呼ばれてはいるものの、系統発生的には、脊椎動物の脳と直接の関連はないことに、注意が必ずである。ただし、 原作動物を除く。プラナリアを典型例とする変形動物はカゴ上神経系を持ち、最前部に卓越した神経節としての脳を有する。プラナリア脳の,の研究により発見された FGF 受容太陽タンパク質である脳だらけは、頭部以外での脳文化を抑制する機能を持つ。昆虫の脳は大きく使用、オプティックローブと中央脳。 セントラルブレーンの二つに分かれる。四波は複眼の直下にある構造であり、もっぱら視覚情報を処理する。中央脳はさらに前大脳、プロターズリブラム、中大脳、デュータズリブラム、五大脳、トライトズリブラムの三つの部分に分かれる。これらはそれぞれはしご上神経系の単独の神経節に由来する領域である。前大脳は、キノコ体、中心複合体、 セントラルコンプレックスなど感覚情報の工事処理に携わると考えられている領域、ニューロパイルも含む。キノコ体は多くの昆虫で嗅覚情報処理を担っているが、ミツバチなどでは視覚系の神経経路も入社することが知られている。従来脳は触覚の嗅覚需要細胞で需要した嗅覚情報を一時的に処理する、核用と 触覚からの機械感覚を処理する領域を含む。五大脳は食道化神経節を含む領域であり、一部の昆虫では味覚情報が入社することなどが知られている。中大脳と五大脳の間には食道口が存在し、食道が両者の間を貫いている。昆虫の中枢神経系には脳の他胸腹部神経節と両者をつなぐ神経束が含まれる。 当足類の脳は、食道上階、サプラサファギルマスと、食道下階、サベサーファギルマスの二つに分けられ、両者の間には、食道が存在する。巨大な支波は、オプティックストックと呼ばれる細い神経束でのみ、脳本体に接続しており、脳の一部とみなされないこともあるが、視覚情報処理の多くが使用でなされているので、機能的には、脳の一部と言える。 脊作動物のうち、脊椎動物と同様の感情神経系を持つ、原作動物、頭作動物、お作動物の総称では、神経管から分化する神経作が存在する。神経作は中枢神経系に含まれ、感覚細胞は最前部に集中し、脳質と呼ばれるものが存在、ナメめくじオなどするが、明確な脳構造は、原作動物ではあまり見られない。 ほやの妖精、有泳性場合など、場合によって、脳と呼ばれることもある。脊椎動物の系統事情の比較では、脳全体において、大脳の占める割合が、新しい世代の生物ほど大きいという、大まかな傾向がある。特に人の脳は、大脳が大きく、しかも、大脳皮質が、大小の溝、濃厚によって、非常に広い面積を持っている。濃厚と、それに挟まれた、 脳界の区別がある大脳、有界脳は、哺乳類の中でも、霊長目などのごく一部しか持っていない。このことは、極めてしばしば新しい世代の生物ほど複雑な活動を見せることと結びつけて、大脳皮質が思考の中枢だからと説明される。哺乳類のうち、霊長目の進化の過程で、脳容積が拡大してきた。複雑な姿をしている人の脳も、 脊椎動物の進化の初期段階では、脳は単に神経細胞が集まったコブのようなものに過ぎなかった。進化の過程でこのコブが、大脳、肝脳、中脳、小脳、塩水、脊髄から構成される複雑な構造を成していき、個体の維持にとどまらず高度な精神活動を司るに至った。脊髄や塩水、中脳、発死では、中心管は、 神経管内にあまり発達せずに原型をとどめたままであるが、先端部の収納では、発生の間に、中心管は複雑に拡大して広い脳室を形作り、また皮質も複雑に隆気や回転運動を起こしながら変形して、核、頭場が形成される。初期の脳の形成は、中心管の前方が膨らんで形成される、前、中、後脳法の三脳法から出発する。 このうち先端部の全脳法はさらに前方から、収納法と肝脳法とに分かれ、このうち収納法が以下のような顕著な変化を遂げる。人の脳は頭蓋内空の大部分を占めている。成人で体重の2%ほどに当たる1.2から 1.6kg の質量がある。脳の質量は男性の脳は女性の脳よりもやや大きく、口述、体重との相関はない。 約300億個の神経細胞を含むがそれは脳をなす細胞の1割程度であり、残りの9割はグリア細胞と呼ばれるものである。グリア細胞は神経細胞に栄養を供給したり、随状を作って電動速度を上げたりと様々な働きをする。人間は脳の1割ほどしか有効に使っていないという俗説、脳の10%芯は上がるが、これは グリア細胞の機能がよく分かっていなかった時代に働いている細胞は神経細胞だけという思い込みから広まったものと言われる。最近では脳の大部分は有効的に活用されており脳の一部分が破損など何らかの機能的障害となる要因が発生した場合にあまり使われていない部分は代替的または補助的に活用されている可能性あると考えられている。 脳は、大脳、小脳、脳幹に大きく分けることができる。大脳は、さらに収納、テレンセファローンと、肝脳、ダイオンセファローンに、脳幹はさらに中脳、橋、塩髄に分けられる。この区別は、肉眼で見た様子に基づいたものであって、肺発生の上では、小脳は、脳幹から分かれるものであり、また生命維持機能に強く関わる肝脳を脳幹に、含める意見もある。 脳は、髄膜と呼ばれる三層の膜、すなわち軟膜、蜘蛛膜、硬膜に覆われている。軟膜は、脳の実質に密着しているが蜘蛛膜は少し離れており、軟膜との間に、蜘蛛膜下空という空間を残している。蜘蛛膜下空は、脳脊髄液で満たされている。硬膜は、大脳釜、小脳テントなどの突出と、 硬膜上脈動を作る部分の他は、頭蓋の内面に密着して、内張りとなっている。硬膜と雲膜はほぼ密着している。大脳、スリブラムとは、厳密には収納と肝脳を合わせた故障だが、神経解剖学以外の分野ではほぼ例外なく、収納のみを指す言葉として使われている。この項でも特に断らない限り、大脳といえば収納を指す。 収納は左右の大脳半球、収納半球からなる。それらを隔てるのは、大脳重角と呼ばれる深い溝であり、脳梁と透明中角でつながるほかは、完全に左右が分かれている。大脳半球の表面には、大脳甲、大脳甲、スリブリルサルシーと呼ばれる溝が走り、その間に細長い大脳甲大脳甲スリブリルジャイラスを作っている。脳は俗に、 脳のシワと言われるが、脳の成長に従って、無造作にシワが寄るのではなく、どこに、どのような濃厚ができるかは、深さ、曲がり方に、多少の個人差があるものの完全に決まってり、すべての濃厚に解剖学上の名前、のみのアナタ編ミカが与えられている。濃厚と濃厚の形は左右の半球でほぼ、対称であり、特に目立つ濃厚は収納の外側で、分速端から、 微側のあたりまで走るルビウス列と、頭頂部の、ふん側よりでも、微速よりでもなく、中ほどで、配側端からシルビウス列まで走る、中心行である。シルビウス列よりも副速、従って、脳全体から見れば最も外側の部分を頭は、中心行よりも、ふん側を前頭用、中心行よりも、微速で、シルビウス列の終わるあたりまでを頭頂用、その微側を高等用と呼ぶ。 高等葉は収納の最も微速にあり、頭頂葉との境界は明瞭でない。シルビウス列をこじ開けると、即頭葉の影に隠れていた、島と呼ばれる部分が見える。島の表面は、他の部分と違って、濃厚ではなく細かいシワがたくさん入っている。左右の大脳半球はそれぞれ、側脳室と呼ばれる空を含んでいる。側脳室は、門脳口で、 第3脳質と連絡して脳質系をなす。脳質系は脳の排液である脳脊髄液で満たされ脳脊髄液が排出される経路となっている。抗議の大脳から出る脳神経は収納から出る急神経と肝脳から出る視神経である。大脳の断面では白質と開白質が明瞭に区別される。収納の開白質は表面近くに 面積で 2000cm から 2500cm、厚さ2から 3mm の層をなしており、大脳皮質、大脳皮質、スリブリルコーテックスと呼ばれる。大脳皮質は、開白質の例に漏れず、神経細胞の細胞体が集まった部分であり、その大部分は6層構造をなし、複雑な回路を含んで思考などの中枢とされる。脳がシワを形成することにより、 大脳皮質の表面積を増大させている。大脳皮質に対して白質を大脳髄質と呼ぶこともあるが、白質と呼ばれることの方が、はるかに多い。その理由の一端をなすのが、大脳規定核である。大脳規定核は単に大脳核とも呼ばれ、側脳質の腹側あたりで髄質の中にある神経細胞の集まりである。二つ合わせて線状体と呼ばれる、お状核。 比較などを含むが、曖昧な概念であって、官脳の一部である師匠や阿波青玉を含むか、含まないかは、意見は一致しない。側頭葉の深部には、扁桃体がある。扁桃体は恐怖心を構成していることが知られている。官脳は、師匠と師匠下部からなる。師匠は、大脳皮質や、貝の脳、脊髄との連絡が多く、感覚の中継。 運動制御など多彩な機能に関わる。床下部は体の向上性、ホメオスタシスを保つ働き、自律神経系の制御、感情などに関与している。下垂体は大脳の底部、ほぼ正中にある器官であり、下垂体柄と言われる細長い部分で大脳の中心部の床下部とつながっている。下垂体の全容からは副腎皮質刺激ホルモン、 コルチコトロピン、アクス、甲状腺刺激ホルモン、サイロトロピン、TSH、性鮮刺激ホルモン、コナドトロピン、成長ホルモン、GH、プロラクチンなど、他のうち分泌器官の機能を左右し、そこからのホルモンの分泌を調節する多種のホルモンが分泌される。中央からは、メラニン細胞刺激ホルモン、メラノトロピン、MSH、神経用からは、氷尿ホルモン、 バソプレシンやオキシトシンが分泌される。コレステロールは体内の肝臓及び皮膚で合成され、全身に輸送される。床下部から指令を受け、下垂体からも指令を受けることで、副腎はコレステロールを減量に、副腎皮質ホルモンや性ホルモンを合成する。小脳は脳幹の背側にある。上症脳客、中症脳客、 過小脳足という繊維の太い束で脳幹につながっている。これら三つは肉眼レベルで絡み合っており、それぞれに含まれる繊維をきれいに分けること非常に難しい。小脳は、成虫の小脳チューブ、小脳チューブ、ベミス、左右の小脳半球、セレベラーヘマスフィアーズ、微速の小脳変動に分けられる。小脳半球の表面は、大脳半球に濃厚と脳海があるように、 小脳孔と小脳界を持つが、これらは、脳孔、脳界よりも、かなり細かく、変異も多い。小脳半球の断面も、大脳半球と同様、小脳皮質、セレベラーコーテックスが開白質で、小脳髄質が白質である。小脳皮質は、表面側から、分子層、プルキンエ細胞層、下流層の三層構造を持ち、約1ミリメートルぐらいの厚さである。 皮質が厚く、随質が木の枝のように見えることから、小脳半球断面の様子を、アーバーバイティ、生命の木、小脳活樹と呼ぶ。脳幹、イコールブレーンステムは上で大脳と、背側で小脳と、微側で脊髄と繋がっている。噴側から順に、中脳、ミドブレイン、端、円髄に分けられる。小脳と脳幹に挟まれた空間は、第四脳質となっている。 脳の質量は体重の2%程度だが血液の循環量は心拍質量の15%酸素の消費量は全身の20%グルコース、ブドウ糖の消費量は全身の25%といずれも質量に対して非常に多い成人男子では脳のグルコース必要量は120から 150g 日であるグルコースは脳関門を通過でき グルコーストランスポーターであるインスリンヒーゾン製のグラット1を介して細胞膜を通過して神経細胞グルコースを取り込むグルコーストランスポーターを参照のこと。このことは脳で起こる複雑かつ活発な電気信号の行き来に由来する。神経細胞では静止膜電位の維持と活動電位からの回復のためにグルコースから産生された莫大な ATP を消費している。なお、 脂肪酸は脳関門を通れないため脳は通常脳関門を通過できる脳細胞内に濃度輸送されるのであって自由に通過できるわけではないグルコースをエネルギー源としている。また飢餓などの場合によりグルコースが枯渇し低血糖となった場合脂肪酸の β 酸化によるアセチル COA から生成されたケトン体も脳関門を通過でき脳関門通過後に ケトン体から再度アセチル COA に戻されて脳細胞のミトコンドリアのトカサイクルでエネルギーとして利用される。脳はグルコースを優先的にエネルギー源として利用するが、グルコースが少ない時にはケトン体が主たるエネルギー源となる。気が時には脳が必要とするグルコースの約半分をケトン体で代用するとかできる。このような栄養素などの需要は内形動脈と 椎骨動脈からの血流で賄われる。内径動脈と椎骨動脈はそれぞれ大小の枝を出して脳の各所を栄養し、ウィリスの動脈輪と呼ばれる感情の紛合をつく、互いに連絡している。このため、内径動脈に血流障害が起こっても、椎骨動脈からの血流が脳の全体に行き渡るが、ウィリスの動脈輪が細い人ではその代償があまり期待できない。 脳に分布する静脈は、特に太い部分では動脈に伴走しておらず、鉱膜静脈道に集まる。鉱膜静脈道の静脈血は、内形静脈へ流出する。また、リンパ液に相当する肺液は、脳脊髄液として、脳質系の脈絡層から産生され、蜘蛛膜下空を流れて最後には、蜘蛛膜下流から、または、脊柱間の静脈層から静脈血に吸収される。 脳は運動、知覚など神経を介する情報伝達の最上位中枢である。また、感情、情緒、理性など人の精神活動においても重要な役割を果たしている。いくつかの精神活動に関しては、母子と論断双方などにより、脳の活動との間に密接な関係があることが確かめられている。脳が以上のような機能に深く関わっていることには、 疑いがないが、脳がそのすべてを担っているかどうかは明らかでない。このことは脳死にまつわる問題で問われ、ラザロ兆候をどう解釈するかで意見が分かれる。脳死推進派は、ラザロ兆候を脊髄による反射とみなし、脳の機能が残っている証拠にはならないとする。一方で、脳死反対派は、ラザロ兆候に脳の機能が関わっているとする。脳死反対派の一部は、 ラザロ長考に脳が関わっていようと今外と、そのような高度の活動が、例えば脊髄によってなされるならそれは、生命反応とみなすべきだと主張する。ラザロ長考の記事は解明されておらず、この議論は決着していない。脳が、あるいは大脳が大きい方が、頭がいいという俗説がある。これは、人の大脳が、類人猿の大脳よりも、大きいこと、高齢者の脳が、 加齢に伴って萎縮すること、アルツハイマー病などの疾患では、病変部が著しく萎縮することなどにも助長されていよう。しかし、脳の重さは、特に人の間で知能の指標とはならないとされる。夏目漱石やアルベルト・アインシュタインの脳は彼らの死後も保存されているが、その重さを測ってみても、正常の範囲を出ない。またクジラやゾウは、人より重い脳を持つ。 人を含む、脊椎動物の脳はその性別により異なった構造を持つ。これは、大脳解剖学における、肉眼観察や、ラットに対して、脳の形成器に、性ホルモンを投与する実験により確かめられている。脳の部分で性差があると見られている部分は、大脳半球、左右の脳をつなぐ前高レニアの横両、本能を司る視床る、部株である、脳の成分化。 ただし、オスの猿を幼少期から、メスとして育てれば、メスと同じ行動を取るようになるなどの報告もあるため、これらの精査が、どれほど行動に影響を及ぼすかは定かでない。人の場合、男女は、精神的、文化的に異なった傾向を示すことがある。ジェンダー参照が、脳の精査がこれの一因を担っていると、考えられている。ただし、脳の精査が、 人格形成にどれほどの割合で貢献をしているかは、不明である、見えにくくなった後天的な環境の影響が、正徳的な精査であると認識される場合もあるため、女性は、論理的思考時に、論理的思考を司る作能を、想像力を働かせる右能と連動して、働かすことができ、男性は、これが増えてであるが、訓練によって可能であると言われる、 ことがあるが、これらの説の根拠は、女性の脳量、左右の大脳半球を連絡する、神経繊維の多さのみに基づいている。以下、脳の左右差も参照。まず観察される点として、男性の脳は、女性よりも、大きく重い。出生時は性別による、優位差はなく、男女共に370から4 0 0ムである。成人では、 男性は1350から1 5 0 0ム、女性では1200から1 2 5 0ムであり、これは体重の約2%にあたる。なお、性差、人種差を除外した、同質な人類集団の中では、脳の大きさは、知能指数と相関係0.4程度の相関があることが知られる。哺乳類では、脳溶石と太容石が概ね対数比例する。人間も同じように、 単に男性の方が体が大きいので脳も大きいと説明する学者もいる。ポジトロン断層法によって様々な精神活動の際に脳が働く様子を調べると男性は主に左半球が女性は比較的均質に働くとの報告がある。ただしこれをして女性は左右の脳をまんべんなく働かせることができ男性の脳活動は左脳に依存するところが大きい。 とはならない。ポジトロン断層法自体は、血流や代謝が増加した部分が、集中的に活動したとする過程のもとに行われるものだが、これによる脳活動の測定はあくまで相対的な活動の増大を示すものである。これについても、脳機能極材論を参照されたい。月経に代表されるように女性は、身体的な周期変動を持っている。 またそれに伴って精神的にも周期的に変動すると指摘されることもある。この周期性を支配しているのが下水体から分泌される卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモンである。男性の脳ではこのような周期性はない。体性器に精巣から分泌されたテストステロンアンドロゲンシャワーと呼ばれるによるものだと考えられている。 人特有の大脳半球の左右の機能についての学説は古い時代の転換患者の治療のために行った脳量の切除や手術中に脳に電気刺激などを施し患者に質問を行った場合の観察記録か推測された仮説が多いそれらの少ない観察例から拡大解釈されたものその拡大解釈をさらに拡大解釈し歪曲された側説が非常に多いので注意が 必要である。しかしながら、脳専門医の中には、左右の脳半球に機能分布の違いを認める医師も、いる。病巣や事故によって損なわれた脳の部位と、外から観察できる機能欠損の関連性に、経験則が当てはまるかである。また、非常に稀なケースを除いて、言語やが、大脳左半球にあるのは確かである。一方で、論理的思考について、 重要な機能が左半球にあるのは確かだが、右大脳の前頭やの欠損によって、順序立った行動が不可能になった例が、カナダのワイルダーペンフィールド医師の姉の報告例などに見られる。他に確認の取れている事実として、まず人の大脳では、左半球の方が右半球より若干大きいことや、体の右側の制御を、左半球、左側の制御を、 右半球が行っていることなどは判明している。脳の左右の大きさの違いは、医療機器で即座に確認でき、左右脳と体の制御の関連性については、脳の欠損半球と、麻痺が起こる、身体部位との関連から明らかだからである。しかしながら、脳という器官の複雑性を鑑みた場合、ある能力について、どちらかの半球だけが機能していると言えるほど単純なものではなく、 また、それを裏付けるデータもない。大多数の研究者が特定の精神機能の中枢とみなしている量やは、今のところ、末梢との神経接続が解剖的に調べられている初期知覚量や運動やを除けば、言語やしかない。さらに左脳と右脳がそれぞれ論理的思考、創造的思考を処理し、もう片方がそれを担当していないという明確な証拠や実験データはない。 2010年、脳の神経細胞を三次元的に培養した結果、神経突起の進む方向を決定する、成長塩水にある、異途上加速が右回りで伸縮していることが、多摩原の研究により、明らかとなり、脳の左右の機能差に関連しているのではないかと、注目されている。脳、神経系に、コレステロール全量の1、35が含まれているが、神経細胞から伸びて、 神経伝達を司っている軸索を覆っている、ミエリン症に、コレステロールが大量に含まれているためである。コレステロールは、ミエリン症の絶縁性を保持する役割を果たしている。絶縁されたミエリン症の切れ目であるランビエの、後輪ごとでの超薬伝導により高速の神経信号伝達に寄与している。実際、哺乳類である豚や牛などでは、脳総重量の二からトが、 コレステロールで占められている。人では、脳層重量の2.7%が、コレステロールで占められている。脳の開白質は、中枢神経系の神経組織のうち、神経細胞の細胞体が存在している部位のことで、ある。これに対し、神経細胞体がなく、神経繊維ばかりの部位を白質と呼ぶ。白質は明るく光るような白色をしているのに対し、開白質は、 白質よりも色が濃く、灰色がかって見えることによる。これは、湯水神経繊維のミエリン症の主成分として、大量に存在しているコレスロールやミエリンが白い、色をしているためで、白質には、開白質に比べて、湯水神経繊維が多いからと考えられている。細胞膜は流動性を持ち、脂質や膜タンパクは動いている。この流動性は、膜の構成物質で決まる。 例えば、臨死室を構成する脂肪酸の不法和度、二重結合の数に影響され、二重結合を持つ炭化水素が多いほど、二重結合があると、その部分で炭化水素が折れ曲がるので、臨死室の相互作用が低くなり、流動性は増すことになる。例えば、ドコサヘキサエン酸、DHA は、不法和度が極めて高く細胞膜の流動性の保持に寄与している。 神経細胞は、軸作や、樹状突起などの凹凸の多い、入り組んだ構造を有しているため、膜成分が極端に多くなっている。牛、生牛及び子牛、豚、羊、うさぎなどの家畜の脳は、食材としても用いられる。主にヨーロッパ及び中東では、肉屋の店先のほかスーパーマーケットでも流通している。世界各地の様々な料理で、脳そのものを煮る、焼く、 揚げるなどの料理法で食べるほか、また煮込み料理の出汁取りとしても使われる。この綿のような独特の食感がある。BSE の影響により一時期ヨーロッパでは、食材としての脳や骨髄の流通は減少したが、伝統的食材としての存在は未だに広く、一般に受け入れられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。